はい、どうも、ふうがです。今回はこちらです。ジュエロケットの45キャリバーというエフェクターをご紹介していきたいと思います。こちらのエフェクターはですね、まあ、45と名前がついていますけれども、JTM45 ですね。あのオールドのマーシャル、まあ、いわゆるプレキシーと言われているマーシャルの、まあ、モジュール品になります。つまみ、まあ、ボリュームとゲインと、それからトレブルとベースの2バンド EQ がついているペダルなんですけど、皆さんジュエロケットっていうメーカーご存知ですかね。あのケンタウルスのコピーエフェクターで結構有名なんです。あのこういうのとかちょっと見たことあるんじゃないですかね。これと同じメーカーなんですよ。ここのブランドさん結構ね、サウンドのメイク非常にこう凝ってるというか独特だったりもするんですけど、センスが素晴らしいんですね。今回のこのペダルは、まあ、先ほど言った通りマーシャルの、まあ、プレキシサウンドをモジュールしたペダルなんですけど、ディストーションペダルじゃないんですよ。これゲイン量めちゃくちゃ低くてですね、オーバードライブって言われても、まあ確かにオーバードライブの域だけど、それでもこうゲイン量そんなに高くないみたいなペダルで、じゃあこれをどうやって使うのかっていう話なんですけど、今回のまあタイトルにもある通りなんですが、自分の持ってるサウンドのバリエーションを広く捉えることができるというか、広くすることができる、卓を増やすことができるペダルなんですね。今回音出しをするにあたって、このペダルをプリアンプとして使いたいなと思ってます。今日2つ歪みを用意してるんですけど、その歪みの前段にこのペダルをかませたいと思ってます。その時にペダルの良さを残しつつモダンなサウンドにしてくれるというか、古いそのマーシャルの良さっていうところと、それから自分の持ってる歪みだったりっていうのをよりこう使いやすくサウンドメイクしてくれるようなペダルになってるんで、今回は僕の持ってる歪みファズとオーバードライブ用意したので、ファズとオーバードライブを後段にかまして、で前段に45キャリバーを鳴らしていくっていう感じにしてみたいなと思います。それでは実際に音出しをしていきましょう。はい、それでは実際に音出しをしていきたいと思います。今回は、まあ、いつも通りエキゾチックのストラトを使います。でケンパーのフェンダーチャンピオンのリグを立ち上げております。まずはクリーンサウンドを聞いてください。クリーンサウンドこんな感じです。で45キャリバーの方をオンにしていきたいと思います。つまみのセッティングちょっと見づらいと思うんで画像を出します。こういう感じにしてあります。ボリュームが10時で、ゲインが13時ぐらいですね。 でトレブルとベースに関しては12時ぐらいですね。トレブルが若干上がってますかね。13時ぐらいになってます、まあ、こんな感じのセッティングで音出しをしていきたいと思います。まあ、イメージというか感覚としては若干こう歪んでるかなぐらいの感じになってると思います。このペダル自体全然歪まないので、今ゲイン13時ぐらいでやってますけど、これでこれぐらいなので全然歪まないんですよね。なんかマーシャル系っていうとね、どうしてもゲイン量が高いイメージがあると思うんですけど、まあ、このペダルの作りがなんとなく読めてきたかなという感じかなと思います。ペダルの特性としてはこうやや中域によっててローミッド、それからまあ低域に特徴が出るかなと思います。で今回使用するゴールデンフリース、まあ、ファズですね、これをつないでみたいと思います。前段に45キャリバーで、後ろにゴールデンフリースみたいな感じで音出しをしていきたいと思います。まずはゴールデンフリース単体の音出しで、その後に合わせで音出ししていきたいと思います。単体だとこんな感じの音色です。では45キャリバーの方をオンにしていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。ゴールデンフリースが割とこうシリコン系というかブチブチしたサウンドが特徴なんですけれども、まあそれを癖と言ったらいいのか、まあキャラクターと言ったらいいのか分かりませんけど、まあそのキャラがこう丸くなってですね、よりこうディストーションライクなサウンドに変化したんじゃないかなと思います。まあ平たく言うとこう万人受けするようなサウンドに変化してるのかなと思います。歪みの質も細かくなって、もう本当に扱いやすいサウンドになるかなと思います。リードトーンとして使いやすくなってるので、例えばここでディレイとリバーブをもうちょっと足してリード運用なんかもできるので、ちょっと試してみましょうかね。
リコン系のブチブチするような、まあ、ファズサウンドがここまでのリードトーンに変わるんですよね。まあこういった感じで自分の持ってるファズサウンドっていうのの幅を聞かせることもできます。それからやっぱりファズ苦手だなっていう人の印象もだいぶ変わるんじゃないかなと思います。例えばなんですけど、まあもうもはやね、今定番のオーバードライブペダル、ペムラムジャンレイなんかを合わせたらどうなるのかっていう話なんですよ。このペダルとしては結構中域特徴的ですし、繊細な音がアウトプットされますよね。倍音豊かですし、まあそういったサウンドがこういうマーシャル系のペダルと合わせるとどうなるのかっていう話なんですよ。まあ相性も見てみたいと思うので、ゴールデンフリースをまあ、このジャンレイに入れ替えて同じように音出しをしてみたいなと思います。まず45キャリバーの単体の音、その次にジャンレイの単体の音で、最後合わせで音出しをしていきたいと思います。いかがでしょうか。なんかこうジャンレイのキャラクターは残しつつ、もうちょっとこうモダンな感じにしてくれるというか、原料を増しつつモダンなサウンドにしてくれるような感じがあります。まあ、良くも悪くもジャンレイって癖があるので、まあ、その癖がこう緩和されて、よりこうオーバードライブらしくなったんじゃないかなと思います。サウンドはこんな感じでした。はい、いかがだったでしょうか。45キャリバーを今回はご紹介しました。まあ今回の動画のコンセプトとしては、自分の持っているペダルのバリエーション卓を増やすということなんですけど、このペダルをプリアンプとして用いた際に、持ってるそのキャラクター、高段につないだ歪みのキャラクターは残しつつ、このペダルの良さを全面的に出せるというか、今回はあのミソスペダルの、ゴールデンフリースっていうファズを使ったんですけど、あれなんかもうシリコン系のね、ブチブチしたサウンドが特徴的なんですけど、言い方を変えればディストーションっぽくなるし、使いやすくなりましたよね。でそれがそのなんていうのかな、この組み合わせで使うっていうのももちろんありなんですけど、どちらかといえばシリコンのファズを持ってるんだけど、これもあるからディストーションとしての運用もできるよっていう感じにお伝えしたいんですよね。1個のエフェクターが2個でも3個でもこうサウンドのバリエーションを変えることができるような感じになってるんで、手持ちのエフェクターにこうキャラクターごとにこうカテゴリーごとにこう分類されてる方っていうのは、特にこういうペダル合わせてあげるとよりこうサウンドのバリエーションが広がるので、ぜひこういうペダルをプリアンプとかで試していただきたいんですよね。で今日の動画の後編でジャンレイを使ったと思うんですけど、ジャンレイはあれは多分好みが結構分かれると思います。いいか悪いかで言うとちょっと難しいんですけど、ジャンレイだとこうやっぱりミッドとそれからあの倍音がこう豊かでジュワーって広がっていく感じがあります。でこのペダルもそういう特徴があるので、結構飽和しちゃってるというか、別にサウンド自体悪くないんですけど、なんだろう、組み合わせが結構あるので、歪みのペダルが1個とか2個しかないから、1つや2つのサウンドしか出ないよっていう場面がなくなると思うんですね。このペダルを単体で使ってもいいし、それから足し算それから掛け算しながら音を作ってみるっていうのも、ものすごくバリエーションが広がると思うので、ぜひ試してみてほしいなと思います。以上をもちましてこの動画をにしたいなと思います。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。こちらの方からチャンネル登録、また気になった動画ありましたらぜひ閲覧をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。